これはスンと落ちるボール。今度はスライダーなんですかね。スライダーですね、うん、サードへの打球、サード樋口が取って543ちょっと持ち替えたが一塁送球間に合いました。ナイスプレイ、空振り三振。おー、ナイスボール。長谷川がダブルプレー、そして金子を三振に切って見事1イニング無失点に抑えています。まずはね、その試合かなってからですけど、そうですね、ちょっと内容ですよね。そうですね。補強。ショート、セカンドです。渡辺取って一塁送球は間に合いました。ナイスプレイ。渡辺、しっかりと長谷川をフォローします。今の。ファーストへの打球、清宮掴んでキャンバスを踏みます。ツーアップツーダウン。いやー、このスプリットがいいコースに決まってますよね。これあのゴロを打たせる一つの武器ですか。非常にこうね、ようにしたんですけど、まあそれがね結果として現れましたが、今年もねそこから少しモデルチェンジしているように見えるんですけど、まあ僕らあのショートへの打球、ショート平沼取って一塁送球、低めの送球でしたが清宮掴んでスリーアウト。長谷川4回に続いて5回もライオンズを無得点に抑えています。4対0、ライオンズのリード変わりません。